大道具、小道具の用意は万全。照明も調整済みっと。よっしゃ、これで準備完了だわ。そろそろ会場だ。劇の上演まで時間はあるから、それまで遊んでくるといい。そう来なくちゃ。屋台とか片っ端から回ろうよ。回るのはいいんだけど、食べ過ぎて劇の最中に動けなくならないようにね。そんなの分かってるわよ。そういえばみんなも一緒に回るんでしょ。私とハンスは生徒会の仕事が残ってるから無理ね。あんたたちだけで楽しんできてちょうだい。生徒会の仕事ってひょっとして昨日言ってた？私も手伝おうか。いいっていいって。あんたはエステルたちを一通り案内してあげなさい。チビちゃんたちもそろそろ来るんでしょ。ごめんね。ま、俺たちも暇を見て適当に楽しませてもらうさ。ああ、そうだヨシュア、来場者の中に俺好みの女性を見かけたらこっそり教えに来てくれよ。抜け出して口説きに行くからさ。はいはい、わかったよ。美人で背が高くて大人の魅力を備えたお姉さんね。おお、それでこそ我が友だ。まったく男ってやつは、理解に苦しむわね。大変長らくお待たせしました。ただいまよりジェニス王立学園第52回学園祭を開催します。さすがは名高いジェニス王立学園だね。学園レベルの祭りとは思えないな。今年は例年よりもお客さんが多いみたいです。よし、ついに始まったか。ハンス、とっとと行くわよ。おうよ、俺たちは生徒会室にいるから何かあったら来てくれ。了解、二人とも頑張ってね。では私たちも見物を始めましょうか。うん、レッツゴー。あ、エステルにヨシュアじゃないか。どうしたんだこんなところで。あ、ナイアル、あんたまで遊びに来たの。学園祭にはいろいろな業界人も呼ばれていますからね。ひょっとして取材の一環ですか。ま、そんなとこかな。その前にちょうど腹減ってたとこなんだ。腹ごしらえしていくとするか。あ、ギルバート先輩。クローゼ君たちか。準備は十分にできたかい。うん、もうバッチリよ。やるだけのことはやったわ。そうか、それは楽しみだ。久しぶりに来てみたが、やっぱり母校はいいものだな。ここには青春時代のいろいろな思い出が詰まっているよ。あ、リラさん、お久しぶりです、お二人とも。まあ、エステルさんとヨシュアさんじゃないですか。あ、メイベル市長も。二人がどうしてここにいるの。実は私、この学園の卒業生ですのよ。毎年学園祭には顔を出させてもらっていますわ。へえ、そうだったんだ。それよりお二人こそ一体どういたしましたの。ひょっとしてギルドのお仕事かしら。実は、まあ、演劇の助っ人に。私、これでも演劇にはうるさい方ですの。エステルさんとヨシュアさんが出演するとなると見ない手はありませんわね。知り合いの人にはなおさら見てほしくないな。あ、カルナさんだ。こんにちは。いやあ、あんたたちか。ジャンのやつに聞いたよ。何でも学園祭の手伝いをしてるんだって。まあそんなとこかな。カルナさんは警備か何かの仕事ですか。まあね、ここの卒業生にはリベールの各界で活躍する著名人が多いんだ。毎年学園祭には彼らが招待客として集まってくるからね。
警備には十分に気を使う必要があるのさ。そういえばメイベル市長もここの卒業生だって言ってたね。ま、警備は私に任せて、あんたたちは学園に精一杯協力してきな。ダルマ市長、昨年の王国会議以来ですな。その後おかわりはないかな。見ての通りピンピンしていますよ。コリンズ学園長もご健勝で何よりです。今日はゆっくりと楽しませてもらうつもりです。いつも申しておりますが、公衆の面前ではご発言にくれぐれもご注意くださいませ。ここは王家が金を出してやってる学園だからな。女王の甥であるこの私がしっかり視察しなくては。生徒たちもさぞかし光栄に思っていることだろう。このおじさんも招待されてたのね。うん、呼ばないわけにはいかなかったんだろうな。あれ、この人どこかで見たような。確か空賊の砦でリシャール大佐と一緒にいた女性士官だね。大佐は以前から王立学園を訪れてみたいとおっしゃっていましたけれど、何分今はご多忙の身。もう少しすればゆっくり訪れていただくこともできるはずだわ。あれ、もしかしてアルバ教授じゃない？おや、エステル君とヨシュア君じゃないですか。これは奇遇ですね。二人とも元気そうで何よりです。ひょっとして教授も学園祭に招待されたんですか？いえ、残念ながらそういうわけではありません。この地方にある紺碧の塔の発掘調査に来たんですよ。こちらの学園にひょっとしたら資料でもないかと思いましてね。はあ、熱心ね。ミラのない私の研究を支えているのは情熱と体力だけですから。そういえばこの学園のカリキュラムはいくつかのコースに分かれているそうですね。やっぱり展示とかやっているんですか？はい、3つのコースのうち社会科コースだけですが、学生たちによる自主研究の発表が行われています。はあ、いいですね。学生時代を思い出しますよ。その研究発表というのはどこでやっているんですか？そっか、教授ってばこの学園は初めてなんだっけ。なんて説明すればいいのか。そうですね、この学園は建物が多いですし、あの、よかったら案内しましょうか？それは助かりますけど、せっかく学園祭を楽しんでいる時に手間を取らせるのは申し訳ないですね。いいっていいって、大した手間じゃないんだから。そうですか。では君たちの都合がいい時に展示場までの案内をお願いします。それまでこの学食でのんびりと待っていますから。いやいや、それにしても学生たちはいいですね。この値段で毎日食事できるなんて羨ましい限りですよ。ほう、なかなかどうして本格的な展示じゃないですか。歴史から経済までいろいろなジャンルがあるみたいですね。いやー、助かりました。これはなかなか楽しめそうだ。いえ、どういたしまして。私も社会科専攻ですから、興味を持っていただけると嬉しいです。私はちょっとこういう難しいところは苦手だけど。はあ、たまには君もこういうものに興味を持とうよ。遊撃士だっていろいろな知識を必要とすることは多いんだから。それじゃ早速拝見させてもらいます。案内してくれて本当にありがとう。あ、姉ちゃんたち。みんな来てくれたのね。よく来たわね、ちびっこども。どう、楽しんでるかい？うん、すっごく楽
遠く、いっぱいお菓子食べちゃった。あんたはちょっと食い意地張りすぎだってば。テレサ先生と一緒に来たの？うん、そこで他の人と話をしてたけど。あ、来た来た。こんにちは。あ、テレサ先生。先生、こんにちは。今日は招待してくれて本当にありがとうね。子供たちと一緒に楽しませてもらってますよ。なあ、クローゼ姉ちゃん、姉ちゃんが出る劇っていつぐらいに始まるのさ。私たちすっごく楽しみにしてるんだから。そうね、まだちょっとかかるかな。ちなみに私だけじゃなくてエステルさんたちも出演するのよ。本当？わあ、すっごく楽しみ。ヨシアちゃん、どんな役で出るの？なんて言ったらいいのか。見てのお楽しみってね。それより院長先生、まだマノリアにいるの？はい、宿の方のご厚意で格安で泊めていただいてます。ですが。ねえみんな、劇の衣装見たくない？綺麗なドレスとか騎士装束がいっぱいあるよ。綺麗なドレス？騎士装束？興味があるみたいだね。それじゃあ特別に劇の前に見せてあげるよ。やったー、ポリーも行く。舞台の控室にいるから後からゆっくり来てよ。それじゃあついてきて。ヨシアさんは本当に気が利く子ですね。ちょっと子供たちの前では言いづらいことだったので。それじゃあひょっとして？ええ、市長のお誘いを受ける決心がつきました。これ以上マノリアの方々に迷惑をかけられませんから。今日の学園祭が終わったらあの子たちにも打ち明けます。そうですか。寂しくなるけど仕方ありませんよね。そんな顔しないで。オートとは言っても飛行船を使えばすぐの距離です。それに私、オートに行ったら仕事を探そうと思っています。ミラーを貯めていつかきっと孤児院を再建できるように。院長先生。さてと、あの子たちの後を追いますか。ヨシアさん一人に任せておくわけにはいきませんからね。うわー、これめちゃかっこいい。オイラにも着られないかな。あんたの背丈じゃ無理よ。私もこの白いドレス着てみたいんだけどね。おーおー、楽しんでるみたいね。あれ、ヨシアはどこ行ったの？ヨシお兄ちゃん、オイラたちをここに連れてきてからどこかに行っちゃったぜ。お姉ちゃんたちが来るまで待っててって言われました。ふーん、どうしたんでしょうか。ポリー知ってるよ。ヨシアちゃんってば、銀色のお兄ちゃんを探しに行ったんだよ。銀色のお兄ちゃん？火事があった時にポリーたちを助けてくれたお兄ちゃんだよ。頭が銀色で綺麗なの。え？その人、学園の中で見かけたの？うん、チラッとだけどね。ヨシアちゃんも目をまん丸にしてたよ。ポーリー、お前な、なんでその時にオイラたちに言わないんだよ。だってクレープ食べるのに忙しかったんだもん。エステルさん。うん、院長先生、私ちょっと失礼するね。ええ、そうした方が良さそうね。クローゼ、あなたも言ってあげなさい。私たちのことは気にしなくてもいいですから。すみません先生。
お姉ちゃんたちもう行っちゃうの？うん、ごめんね。ゲキ、楽しみにしてて。そうそう、目いっぱい頑張っちゃうんだから。とにかくヨシアを探しましょう。その銀髪男が何者かは知らないけど、なんだか嫌な予感がする。ちょっと待ってください、ジーク。聞きたいことがあるの。ヨシアさんがどこに行ったかわかる？相変わらずすごいわね。あれ、あっちの方角って？ええ、本館の裏手にある旧校舎の方です。おかしいな。確かに気配があったはずなのに。でもまさか。ヨシュア！エステル、クローゼ。もう、あんまり心配かけないでよね。金髪男を追いかけたって言うからびっくりしちゃったじゃない。あれ、なんで知ってるんだい？ホーリーちゃんが教えてくれたんです。あの子も見ていたらしくて。そうか、鋭い子だな。それらしい後ろ姿を見かけてここまで追ってきたんだけど、どうやら巻かれたみたいだ。ああ、ヨシアを巻くなんて、そいつただ者じゃないわね。一体何者なんだろう。わからない。ただ孤児院放火の犯人じゃなさそうな気がする。あくまで僕の勘だけどね。そっか。それにしてもどうして一人で行動するかな。本当にそうですよ。私たちに伝言するなりしてくれればいいのに。ごめん、心配かけたみたいだね。別に心配してないってば。あくまでチームワークの大切さを指摘しているだけであって。嘘ばっかり。さっきはあんなに慌てていたじゃないですか。そんなことないってば。そういうクローゼだって真剣な顔してたくせにさ。それは。二人ともありがとう。連絡します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。繰り返します。劇の出演者とスタッフは行動で準備を始めてください。そっか、もうそんな時間なんだ。はい、衣装の準備をしたらすぐに開演になると思います。よーし、それじゃあいよいよ出陣ってわけね。あ、銀髪男の方はどうしよう。そうだね、カルナさんに伝えて注意してもらうしかなさそうだ。エステルさん、あれだけ練習したんですから。それに劇が始まったら他のことは気にならなくなるさ。君って一つのことにしか集中できないタイプだからね。もう言ってくれるじゃない。でもまあ、その格好じゃ何言われても腹は立たないけど。はいはい、血は喧嘩はそのくらいで。今年の学園祭は大盛況よ。公爵だの市長だのお偉いさんがいるみたいだけど、私たちが臆することはないわ。練習通りにやればいいだけのこと。俺たち自身の手でここまで盛り上げた学園祭だ。最後まで根性入れて花を咲かせてやるとしようぜ。